どうも影やんです。今日はというか今週はですね、土曜日にね、今日なんですけど、走らせていただきました。いつも最近ずっと日曜日走ってたんですけど、土曜日ちょっと仕事が普通に、6時で、閉店になったんで走らせていただきました。体自体はね、走っててもこうそんなに、しんどいとかはないんですけど、なんかね、内臓の感じがちょっと負担があるかなと走ってて感じましたね。というのはね、ちょっと、お昼ご飯を食べるのがね、だいぶ遅れましてね、それは全然ありがたいことなんです。お客さんが来てくれて、それがずれ込んで4時ぐらいになったんですけど、ほんで6時過ぎに走ってるんで、まあ、消化がしっかりこうしきれてなかったのかよくわかんないですけど、ちょっとその内臓がなんかこうちょっと変な感じというか、そういう感じがしながら走ってたんで、その気持ち的には別に大丈夫なんですけど、内臓がちょっとしんどいなっていう感覚になりながら走ってたということですね。でね、内臓がしっかりこう活発に動いてる時っていうのはやっぱ病気になりにくいかなというふうに思いますね。だからストレスもそんなにかかってないし、もしかかってたとしてもちゃんと解消できてる状態やから、内臓がしっかり動いてる状態なんでね、ストレスがかかると内臓をこうが活発になりにくくなるんです、かかりすぎるとね。だから内臓がしっかり動いてるっていうことは、まあ健康な証拠ということがこう言えるかなと思いますね。まあそんなんまあいいんですけども、まあまあそうですね、なんやろ、特に別に何もないんですけど、まあ淡々とこう過ごさせていただいて、今日走ったんでね、もう明日はちょっと走らんとこかなと。でご予約もちょっと夕方にいただいているのもあるし、その後入ったりしたらもうだいぶ遅くなるんで、で走ったもあるんですね、土曜日に。そういう兼ね合いもあって走らせていただいたんですけど、まあまあまあ順調かなという感じはありますね。いい感じでこう、過ごせていけてるかなと。で今日もね、またこの後空手のね、練習というか、肩ですね、肩をちょっとこう練習しようかなと思ってるんですけども、昨日かな空手の稽古があってですね、なんかこうあれですわ、バテバテやったですね。ほんでそれはやっぱお酒を、木曜日に飲みすぎてね、ほんで、かなり影響が金曜日にあったんですけど、やっぱり木曜日にお酒を飲みすぎてあかんなという自分の中の反省ですね、それがしっかりこうあって、で今日はだから体調はそこそこいいんですけども、ちょっとその内臓の、疲れというか消化しきれてないところがあったんかなというところで、あれですね、ちょっと人が 見られましたけど、まあまあ全然関係ないですけど、やっぱ珍しいんですよね、こういうのやってるとね、何やってんだろうって感じで見張る人がいるというところで、今日は終わらせていただきたいかなと思います。どうもありがとうございます。